じいちゃんの遺言だ。うん、いや信じたんだよ。ウルトラマンか。ありがとうございます。お前じゃないよ。ありがとうございます。うるさいよ。なんだか何かおかしいな、ここ。帰る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 ぞ。帰るか。もう一回やりますね。そこで今飛んでみてもらっていいですか。ダラッダッダッドンダラッダラッダボン。ヤッホー。なんか麦畑みたいでしょ。麦畑のあぜ道。でもとても個性的なメンバーで、毎日脱ぎそうなぐらい脱いでますよ。じゃあ脱い、ね、実際脱いでます。そうなんです。実際ね、脱いでる人もいたりして。あの男性方はもうホストかっこいいですよ。めちゃめちゃ個性豊かで。あ、そう、本当に個性豊かで。ナンバーワン、ツー、スリーもね、それぞれなんか、はい、ただかっこいいのかって言ったらそういうわけじゃなくて個性があってね。そう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 。あ、私だったらせいや、私だったらマナトみたいな。私はゴーです、ちなみに。あ、ゴー。ゴー、ナンバーワンってことですね。本気で私は藤原さんのゴリゴリ系が好きですか。ゴーです。もう男らしいから。なるほどね。ゴーですけど、二人ももうバリバリかっこいいです。踊って歌って。緑姉さんです。緑姉さん。緑ショーっていうのがたまにありますから。別に気にしないで。ありません。変なふりしないでください。サブちゃん、サブちゃん一曲踊ってよ。うん、踊ってるよ。踊ってるよ、サブちゃん。ここは新宿歌舞伎町。ロマンの花咲く歌舞伎町。ここはご存知歌舞伎町。新宿駅から徒歩3分。新大久保なら徒歩7分。西武新宿駅ならもう7分。前回僕はね初演見たけど、その時も出てて、うわなんか素敵な役者さんだなと思ってた方がね本を書いてるわけだから楽しみじゃないですか。本当にはいはい、まあ曲もね新たに増えましたし、
本当にパワフルにパワフルに、で大きい劇場用にね、またキャストもまたいっぱい増えて、楽しみ楽しみでございます。はい、みんなお待ちとりますよ。すごい坊主みたいになりました。民のじゃないよ、私のね。ありがとう。見て見て見て、追ってくるよ。ケンちゃん、ケンちゃん、私のケンちゃん、ケンちゃん。今回の T シャツのデザインです。なか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 素敵だと思います。超可愛いじゃないですか、うん、よかったら劇場でぜひ。可愛い。今かよ。今日は、みんなで早く集まって練習をしてました。はい、もうやっぱね、まあダベホが主役ですから頑張んないと。ですよね、はい、相当面白いですよ。ご期待ください。客席が揺れるらしいですね。本当にご期待ください。台本読んでるだけで笑っちゃいますから ね、はい、ありがとうございます。ただ俺を愛してる。俺は絶対ナンバーワンになる。絶対ナンバーワンになってみせる。よし、なぜそれを言わせるか分かるか。おい、ありがとうございました。俺の夢はナンバーワン。お飲み物は何にいたしましょうか。ホストのヤバい客を見抜くのもホストの力量ってこと。いい勉強になったよ。楽しくやろうぜ。一つルールを決めさせてください。今テーブルにあるボトルを開けてから飲み、受け付けます。みんな仲良くてすごい言いやすいし、すごいですね。やりやすいですね。はい、優しくてね。ね、サビちゃんね、楽しい。楽しいです。楽しいです。楽しいです。またね、はい、明るくて皆さん、ロイホ最高ね。最高、私も最高だと思います。ぜひ見に来てください。ぜひぜひよろしく、ね、見らしてください。よっ、そうだよね、光が高くなっちゃったからな。ヒールは履かないでください。はっきり言われました。あれ取られてるし、全開取られてるし、ランデブー。今日はね、今日一幕をね、こう今やってるわけですよ。でもなんか止めながらね、直しながら行くのかなと思ったら一気に投資でしたね。いやー、びっくりしましたね、タミちゃん。踊りのりになっちゃった。踊りの面白いね。踊りながら撮ったからそうそうそう、全然ね、出番で全然絡まない人とかいるから、あ、こんなことになってたと初めて見るし。そう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 、新鮮。いやーだー、ね、新曲面白い。みんな見に来てねー。